東北コミュニティ放送協議会とは、東北地方所在のコミュニティ放送局38局中29局7月23日、現在で構成される、日本コミュニティ放送協会の株団体、東北コミュニティ放送ネットワークとも呼ばれる。東北コミュニティ放送協議会の加盟局では、定期的に共通番組を放送している。東北地方太平洋沖地震発生後、 全国から送られたラジオ約6000台を配布し、同協議会加盟各社が12の臨時災害放送局の開局支援を行ってきたことから、加盟各社が参加して NPO 法人東日本地域放送支援機構を設立した。東北地方で初めて CFM を開局した山形コミュニティ放送株式会社がリーダー的な存在となっており、 東北コミュニティ放送協議会の電話番号は同社と共通、日本地域放送支援機構の所在地も同社と同じである。東北地方にはこれまで CFM が40局開局し、2016年7月23日、現在は38局が放送中である。うち J バ、東北地区一覧に載っている放送局は29局となっている。 地域や開局日などでの比較が要因になるよう、非加盟局は背景を灰色に、すでに停下しているつぼ根は背景を灰色かつ、打ち消し線を付して、一覧に含めた。ハイウェイフェスタ東北2014会場入り口の様子、ありがとうございます。